タイガース直前情報ボックス席戦。さあ今日からプロ野球後半戦再開ということになりまして、ボックス席も6時からお送りするということで、今日は甲子園球場に橋本アナウンサーが行ってくれております。呼んでみましょう、橋本アナウンサー。はい、青い空白い雲、浜風の甲子園球場。小林さん、はい、海のビアガーデンで飲む美味しいビールもあるんですが、この甲子園球場で飲むビールも美味しいですよ。それもいいですよ、ね、え、タイガースが今日からまた勝ちましたら、もっとビールが美味しくなるわけですよね。橋本アナ、日焼けがええ感じに、さらに増してる。先日ね、高校野球、プロ野球と中継させてもらってるんですが、はい、なるほど、やっぱりね、野球っていいですよ、で、今日からプロ野球再開、2位タイガースが首位のスワローズを甲子園球場に迎える3連戦なんです。ゲーム差は11、今日から3連勝するとゲーム差は8になる、8という数字を聞くと矢野監督が言う奇跡という言葉もより現実味を帯びてくると思うわけなんですね。大事な3連戦が今日から始まる甲子園球場。おさらいしておきますと、タイガース今シーズン最大負け越しが16あったんですが、現在初めて勝率5割、今日勝つと初めて貯金生活、勝ち越し生活になるタイガースなんです。で、井川さん、はい、その後半戦初めてのカードが首位スワローズ、このあたりどうでしょう。いや、もう非常に大切ですよね。やっぱここ3つ、ね、しっかりと勝てればチャンスありますよ。チャンスが芽生えるという3連戦、今日大事な初戦。さあ、その初戦のスターティングメンバーをご紹介します。このコーナースタメンキャッチ。あ、調子いい、ちょっと暑いですか、ご覧のような1番中野、2番島田、3番近本、俊足の上位に4番佐藤輝明、5番大山、そして糸原、新助とロドリゲス、受けるキャッチャーは梅野、そして先発は西勇輝、6勝6敗西勇輝が先発ということになっています。さあ、このスターティングメンバーに続いてご紹介するのはこのコーナー、キャッチザキープレイヤー。優しい優しい、いつもちょっと暑すぎます。今日ね、かなり気温高いですから、あまり気温上げないようにということで、で、いつも冷静にプレーするこの人、近本浩二選手ですよ。涼しげなあの選手。というのもね、近本選手は兵庫県立社高校野球部 OB、 昨日我々中継したんですよ、兵庫大会高校野球決勝、その社高校が初めて夏の甲子園の切符を取ったということで、後輩たちの活躍を力に変えて、今日も近本選手、打って投げて走って守っていいプレーをしてくれると信じております。さあ、今日の放送の解説は真弓明信さん、そしてゲスト解説岩田稔さんで、この後午後6時からお送りするサンテレビボックス席、今日からの3連戦もプレーボールからゲームセットまでお見逃しなく、サンテレビでぜひご覧ください。以上、甲子園球場から今日は少し涼やかにお届けしました。井川さん、今日の橋本アナウンサーちょっと優しかった、なんかね、優しかったですね。でもその優しさがね、いい方向に向いてくれればね、そうですよね。さて、サンテレビボックス席は現在阪神の公式戦13試合連続中継中、真夏の13連戦真っ只中なんですけど、もう残りこの3試合になってきたということで、ここまでね、小林さん、9試合中継して7勝2敗、素晴らしい、結構勝ってるんですよ。8と11、はい、やっぱ1桁とかやっぱり気持ち的にも全然違います。全然違いますね、はい、その差やっぱ大きいんですね。大きいです、はい、そのためには今日先発、後半戦の開幕にもなりますけれども、西勇輝投手、井川さんも経験あると思いますけれども、はい、この大事な一戦、どんな気持ちで臨むんですか。まず自分の仕事っていうか、しっかりゲームを作ってね、勝つチャンスを与えるっていうのは大事だと思いますね、ですね。ということで、もう井川さん、これもう3連勝しかないぐらいの気持ちでいった方がいいんでしょうかね。もう勢いに乗ってほしいですよね。ですね、はい、矢野監督もね、ドラマを起こしたい、それを信じてファンの皆さんも応援してくださいという話もしてましたので、今日もサンテレビボックス席でぜひタイガースを応援しましょう。今日私、監督インタビュー行きますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、今日は小林百合子さんと井川圭さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後はニュースと天気予報です。